勝山文化往来館ひしおは、岡山県真庭市勝山の体験交流施設。カフェを併設したギャラリーホールである。2005年6月に開館した。1890年、清志とも醤油醸造所として創業し、1968年に清志とも醤油店として創業、1972年に廃業した醤油の醸造販売企業の跡地に立つ。廃業後、 醤油像など建物の一部が、真庭市に寄贈され、展示館となった。なお、寄贈されなかった、清智家は2018年現在も、住居として使用されているため非公開だが、勝山のおひな祭り期間中は、ひな人形の公開展示で屋内を見学することができる。土間には、醤油醸造をしていた時代に付設されたトロッコの軌道が残る。 勝山文化往来館肘を勝山町並保存地区にある勝山文化往来館必をが丘の上にある文化活動の拠点を作りたいという勝山地域住民の願いを受け町並みの中心にあった地元の醤油像の寄贈を求めて当時の町長が新友も醤油醸造所に足しげく通った本当に文化的なことに使っていただけるのならという条件で 当時の勝山城が醤油像など土地建物の一部を譲り受けた。行政、住民地域づくり団体から構成される勝山町並み委員会で活用方法を検討され、地域と都市、観光客やアーティストとの交流を促進し、地域社会の文化を向上する場となるとともに、市民参加の増進を促す公設民営の文化施設づくりを目指した。 2004年、大畳尾の設計で清志友醤油の醤油像を再生する。勝山の町並み地域の中心にある丘にあった地元の醤油像をそのまま生かして改修された。2005年、文化往来拠点としての活用がスタートした。名称の由来は醤油像が製造していた必勝につなんだ。醤油が世界で広く愛されるように、必勝から生まれる新しい文化が世界を広く、 駆け巡るようにという願いが込められており、文化を醸造する、育むという意味がある。運営は、真庭市の指定管理制度により、2005年から NPO 法人勝山町並委員会が受託している。2018年現在、地域住民、作家、鑑賞者がアートで交流できる拠点施設として利用されている。館長は、勝山町並保存地区にある、 日野木崎染色工房の染色作家、勝山町並保存地区にある、日野木崎染色工房の染色作家、加納陽子。勝山、文化往来館必勝勝山文化往来館必をホールやギャラリーの機能を備え、アーティストによるコンサートや演劇など、文化発信の場として活用される、体験交流施設である。ギャラリーの作品展示やイベントの企画運営を共に、支え、 サポートすするるフレンズが存在する国内外のアーティストを招聘して、創作展示、アートワークショップコンサート、演劇など、文化芸術の活動の場として利用されている。また、地域の交流事業の場にもなっている。勝山町並、体験クラフトシアのレンスタンプラリーなど、イベント会場の一端もになっている。なお、過去の展覧会、イベントワークショップは、 勝山文化往来館必勝の公式サイトにまとめられている。三浦坂から見た必勝地図、電車、バス、車三浦坂必勝館の隣にある石田富の坂。勝山の街並みや遠くの山々が見渡すことができる。勝山文化往来館必勝の隣にある安養寺安養寺。ありがとうございます。